フローンデル・ジェローム・スチュワートは、バルバドスの政治家。2010年10月23日、デイビッド・トンプソン首相が、水岸のため死去したのに伴い首相職を継承し、2018年まで、務めた。民主労働党所属、英領バルバドスのセント・フィリップ教区生まれ。2010年10月現在独身だが娘が一人、おり。 バルバドスの西インド諸島大学警部ヒルキャンパスで社会学を学んでいる。自身はキリスト教基礎学校西インド諸島大学を卒業し、同大学から政治学、法学の学士号を取得。弁護士になり、刑法と会社法をマスターした。いくつかの自治体組織を支援し、現在はデーレルズ連帯コミュニティクラブとノートルダムスポーツクラブのスポンサーになっている。 セントマイケルマン選挙区選出の国会議員。2010年5月、水岸にかかったトンプソン首相の代行に就いた。10月23日にトンプソンが死去すると、その日の朝、首都ブリッジタウンの党本部で開かれた、党幹部の緊急会議で、次期首相に選出され、クリフォードハズバンズ総督から即日承認された。 2018年5月24日の議会選挙で、野党、バルバドス労働党に、全30議席を独占され、民主労働党は、すべての議席を失う、大惨敗。翌25日、宮本理ー新首相の就任に伴い退任した。ありがとうございます。